多目的ホールとは演劇、コンサート、ライブ、スポーツ、展示会を主とする様々な公演やイベントに使用される建築物である。一般的施設の例。プロセニアム形式ステージに木製壁面プロセニアム形式で客席に段差がある構造が一般的である。収容人数は2500人程度までで500人から2000人の規模が多数を占める。 工業目的の多様化と建築技術の向上に伴い、先の枠外である超多目的ホールが建築された。照明施設は演劇一般に対応する設備を持つ。J-POP で対応するムービングライト等特殊機材は工業者が持ち込みで設置する。音響設備は基本的なスピーチや演劇の BGM、効果音の再生、演舞の BGM 再生程度に対応できる規模が 常設される。しかし、商業音楽コンサートに対応することは少なく、この場合大型のスピーカーやミキシングコンソールといった PA を持ち込みで設置する。舞台の大きさや客席数に応じた大ホール、中ホール、小ホールを持つ場合がある。これは施設内の相対的区別であり、規模の基準はない。1000人以上の収容人数を持つ、施設の多くには2階席がある。 さらに三階席がある施設もある。ホリゾント膜や上下手の花道を持つ。可動席の施設は観客席に段差をつけない、フラットフロアが多い。小中規模施設の例。音響効果を優先した構造のホール可動席により、工業に適した構成を可能にする。イベントスペースとしても活用される。小中規模施設プロセニアム、アリーナ、座席なしのイベントスペースに対応する。 大規模施設アリーナ型の2階席を持ち、稼働席の1階席配置により、センターステージサイドステージに対応する。室内スポーツイベントに多く使用される。市民コンサートや発表会、自動演劇にも活用されるが、施設の多くは商業音楽のコンサート工業に使用される。以下の理由が挙げられる。都道府県や市の自治体の文化施設として、県民会館、 文化ホール、文化センターという名称で運営される。会議室等多の設備も併設されることが多い。省庁下組織の文化施設として運営される。厚生年金会館など、商業施設やコンベンションセンターの一部として運営される。メセナ活動として運営される施設は、音楽や演劇の専用ホールである。メルパルクホールやユーポートホールなど、 かつての館長系のホールが、その館長の民営化により、民間企業のホールとして運営されている例もある。多目的ホールは、文字取り用途、目的を定めず様々な行事に用いられることを前提としている。しかし、音楽や演劇、公演など本来は用途によって、必要とされる構造が異なるにもかかわらず、それらの要素を施設に無理やり全て押し込もうとした結果、 どの目的によっても使い勝手が悪いものとなってしまうことが少なくない。特に公営の多目的ホールが多数建設された1970年代以降、前述のような施設面の不備、あるいはホール運営専門スタッフの不足による運営面での不備などから、多目的ホールは無目的ホールあるいは、多目的ホールは、多目的ホールとの批判が行われるようになった。このため、 近年建設される多目的ホールについては構造に工夫を与えたものや運営にあたって PFI や指定管理者制度の活用によりその用途を基本的に特定の目的に特化させその他の設備はその目的を阻害しないように計画される事案が増えつつある AB 三原市芸術文化センター建設時の第七回新文化会館を作る会における新文化会館の管理 運営の方向性についての配布資料より、ハット AB 目的別小ホールの集合体となった、川崎市アートセンターや音楽ホールに特化させたシンフォニア、岩国など、ありがとうございます。